はい、すいませんね、こんな形でここまでね、こういう形、ちょっとね、暗いね、暗いけど、ちょっとライトの位置があるかな。はい、こんな感じでね、組み上がりました。はい、でね、すぐね、あとね、これね、シリンダーヘッドだとか、こちらの方もね、組み立てていきたいと思います。こんな感じ、かっこいいね、エンジンだけっていうのは、なんか知らないけど。はい、はい、それではね、一応ね、エンジンの方なんですけども、まあ、先ほどね、ちょっと、どうやって組んだかなみたいな感じだったんだけども、まあ、こういう形で、で、あと、こちらの方ですね、まあ、色を塗って、まあ、今ね、組み立てる形まで持ってきました。持ってきましたって言った方がいいかな。はい、ということでね、こちらの方をね、組んでいきたいと思います。まず最初からね、これもね、色を塗って、あれしました。こんな感じで、こんな感じでね、乗っかるのかな、うん、はい、で、これはね、セメントの方で、ゆっくりと、まあ、こんな形で、まずね、これがね、まあ、シリンダーヘッドカバーっていうかね、これがシリンダーヘッドカバーをこちらで取り付けました。はい、で、次にひっくり返して、これか、これがこうどういう風にという前に、これをね、ボッチがね、あるんですけど、これをね、切り落とさなきゃな。これ2つあるんですけど、よいしょ、ピッと、これを切り落とさないとダメです。これで向きがこうなって、こういう形ですね、これ。はい、この向きでね、こうだ。はい、ちょっとまだぼっちがね。これがね、落とさないとうまくはまらない。で、これがこういう形かな。で、まあね、これはね、まあ、流し込み使ってもどっちでもいいと思います。で、あら、ずれちゃダメです、ずれちゃ
かというとね、こういうのって流し込みの方が接着力が強いんですよ。ここでただ一回ね、これでやって流し込みをここで例えば流し込みする時もしやすいということです。はい、こういう感じ、こういう感じで、次はさてどこだみたいな、次はどこだみたいな、うん、これのね、順番的にはこれだろうな。何？こんな形。あ、こっちか。これだ。ここ。これもね、これ裏ぼっちがあるんですよ。ぼっちがあるがためにちょっとよいしょ、本当はねヤスリでねこすりゃいいんだけど、ちょっとねヤスリがねどっか行っちまった。うん、でこういう形で全然見えてない。で、これがここ。ほい。なんだし、ゴミを入れて。これね、エンジン全体には私はまだ塗ってません。エンジン全体はね、でね、こういう形で、お次に来るのがね、一つは部品ね、これだ、これかな、これはもうね、つけちゃいました。どっちだったかな、あ、これか、これはもうつけちゃいました。で、続いてこれね、エアクリーナーだと思うんだけれども、これを、これをここか、ここに取り付けて、これもね、まあちょっと見づらいと思うんですけどもね、デカールの方はね貼りました。はい、これもね、ちょっと待てよ、暗いな、うん、こんな形、これがこうかな、こういう形で、こういう形、うん、なかなか収まりますね。はい、です。で、お次にね、お次もね、次ね、ちょっと一箇所はね、はめたとこはこれかな、これはね、もうはめちゃいました。で、次にこれ、ほら、これもぼっちあるんだよな、これもね、これをね、ぼっちがあるんですよ。このぼっちがあると、よいしょ、とはめにくいという、もういいのかな、これちょっと待ってよ、ちょっと行ってみようかな。こんな形
向きがあるんで、向きがあるんでね。どことどこがね、取っていいかよう分かんない。結構全部取っちゃっても問題がないと思う。まあ、はめる形だけどもね、特に問題ないよね。ちゃんとこの辺に貼って貼ってっていう。よいしょ。これね、よいしょ。パンとはまってこんな感じ、はい、はい、こういう形になりました。うん、だんだんとねこうなってくるとかっこいいですね。はい、で続きましてこれかな。これがねここに収めるって感じかな。これあ収まった。こんな感じ。よいしょ。よいしょ。はい。で続きまして、もう一回これを引く。ひっくり返してこれなんだね。これがここにつくと、よく見れば、どういう形になったかな。こうか、こういう形だ。ここでこうなるという。なかなか細かい。よし、よいしょっと。全然また見えてないな。ここみたいな。よいしょ。これがここ。これ、はい、はまりました。で最後にこのマフラーみたいなやつなんだけども、これがね、これがいや、どうなったの、これか、ここか、ここにはまって、こうだ。武器がね、この感じだね。よし。よいしょ。これがここにこう、
かるかな、うん、よし、はい、はい、それではね、こちらまで一応できました。こんな形です。まあ、まだね全部ではないんですけども、こんな形のねエンジンが出来上がりました。こういう形、はい、場所から見たらこんな感じですね。はい、それではね、本日の動画のご視聴誠にありがとうございました。またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、どうも。